演武開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの純抹茶のパフ、なごみの純和さ、なごみの桜抹茶パフェを食べたいと思います。しっかり覚えないとな。ではいただきます。どうぞどうぞ、みんな一緒の方が美味しいし。抹茶は甘さ控えめで苦味が強く、そこに桜のクリームがうまく絡んでとっても美味しかったです。桜の塩漬けの塩気も小さいかな けどかなり存在感がありました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。